最近はあれですね、ツイッターでは、はい、スシローペロペロがとてもバズっており、はいはいはい、僕があれを見て思うのは、うんうん、まあ、ツイッターで上がった時に、はい、あの特定班はすごいですね、うんうん、すぐに何々高校、はいはい、誰々みたいなのが上がって、うんうんうん、それが1回目は 誤情報だったんですね。あ、そうなんですね、うん、1回目この人だよって名前が出て、はいはいはい、やっぱり間違ってました、うんうんうん、っていうのを見て、うん、安易にリツイートしなくてよかったなと思って、うん、あ、違う人を叩く可能性がある。そう、結局顔が出て名前も出ちゃうみたいなのをリツイートしちゃうと、うんうんうん、それなんか犯罪に加担した要は、あ、まあなりますよ、多分なりますよね、うん、だからまあああいうのは大人としては静観がいいんだろうなと思って、うんうんうん、静かに成り行きを見守り、うん、で自分の近い人たちにああいうことをやっちゃダメなんだよって、そうそう、ああいうことやると大変なことになるよって、そうですね、はい、っていうのが大人なのかなとか思いながら、うん、最近はニュースとしてはそれぐらいですかね。少子化とかじゃないですかそれはもうなかなか難しい問題ですよね、うん、いや、まあ、僕は保守派なので、はい、あ、保守派というか別に政府がどうとかの保守ではなく、うん、あの国を、国って大事だよねとか、はいはいはい、まあ、じゃあ保守っていうと国体みたいな話になっていくんですけど、はい、そうじゃなくて、まあ、昔から皆さんがやってるスタンダードと言われるものを守っていくのが、うん、まあ、多くの人の幸せを保つためのもので、うんうん、はい、まあ、そうなるためには、まあ、結婚っていう制度があってとかを守っていくのがいいんじゃないのっていうことなので、はいはい、僕は結婚はいいものだと思っていて、うんうん、結婚いいものだと思いますか？結婚は別に、結婚をいいものってはしたくない。ああそうですか、はい、あのそうじゃない人たちがいるから。ああなるほど、うん、あっていうと僕は、うん、僕はいいとかでだったらまあ問題ないけど、はい、僕はいいものだと思っていて、うん、で結婚っていいよねって言ってる人がいないと思っていて、うん、結婚別に言わなくていいんじゃないですか。嫌だよねの声はたくさん聞くじゃないですか。墓場だよ、墓場だよっていう声。あ、この間なんかそういうのを見たよ。どうぞ。あ、それ知りたい。あの結婚は墓場か問題、はい、どうぞ。墓場か問題じゃなくて、はい、あの人の自慢話って聞きたくないじゃないですか。ああ、なるほど。結婚いいよね、楽しいよねって言うと、はい、って思う人がいっぱいいるって話ですよ。なるほど。だけどなんか苦労話って聞きたいじゃないですか、まあ、僕もどっちかっていうとあの苦労自慢の方がしたい方です。で多分そういう人が多いからそういう声が多くなるのはまあしょうがないよね、そういうもんだからってなるほどね、はい、いいか悪いかじゃなくて、はい、自慢話なんか聞きたくない。あの、あ、じゃあ結婚っていう言葉じゃなくて、はい、要は、うん、男女が長い間、うん、一緒に自然にいられるっていいよねと思ってるんですね。でもそれをいいよねって言うと入れない人たちがなるじゃあなんでいいって言うんだよって。なるほど、僕がいつも言うやつですねなるほど。だからいいとかって言っても多分始まらないんじゃないかな。なるほど。自然といいと思って結婚したらいいって話ですよなるほど。じゃあでこの墓場だよっていう声ばっかり聞くと、うん、結局その結婚がコストパフォーマンスになっていくんですよ。でコストが悪いみたいな話になって、うんうんうん、みんながしないみたいな話になり、うん、少子化っていくんだろうなって思うんです。思ってる人です。僕はだから、はい、コスパ良くしたらいいんですよ。結婚をコスパ良くしたらいい独身よりも。あで、うん、昔から落語ではそれを言ってるんですね、はい、いや一人口では食えないけど、うんうんうん、二人口なら食えるよって言ってる、うんうんうん、で確かにその貧乏人でも二人が一緒になって幸せになるみたいな、うん、あその幸せの形が幸せと感じるかどうかは別なんですけど、うん、で要はその少子化って別にその先じゃないですか。子供を作れですよね。はい。で二人では一人も二人の方がコスパいいよねけど、うん、一人増えるとコスパ悪くなるもう二人増えるとコスパもっと悪くなるみたいなって感じる人がいるっていうことですね。感じるっていうか、まあ、コスパはコスパじゃないですか。計算したら絶対一人の方が楽ですよ。 お金はね。お金はそれ以外でも得られる部分って
そこはまあ価値観の問題じゃないですか。でその価値観、そうすると、はい、独身でも得られるものあるよって怒る人はいっぱいいるんですよ。なぜ怒るかねそうやって言うからじゃあだから価値があるってしちゃいけないって老子が言ってたじゃないですかでも、うん、少しでもそれは発信しないとさ。でも価値があるな、だからこう分裂するって話ですよ。だと、うん、こっちも価値はあるって言ってもいいんじゃないですか。こっちも価値はあるっていうと、こっちが価値がない、相対価値って相対的なものですよねって、多分前回までの老子の流れOK、はい、謝ろう、ここは僕が謝るが、うん、でもなんかそ僕は今、うん、結婚をして、うん、子供がいて、はい、でこちら側のいるものとしては、うん、そのあまりにもそのなんて言うんだろう、この結婚に対してネガティブな情報の方が多いなって感じてるんですね、うん、そのでもそうでもないんじゃないですか。そんなこと気にせずみんな結婚する気はするんですよ。なるほど、うん、で今僕はその少子化の問題になったので、うん、問題がそこって思ったんですけど、少子化は多分金ないよねって話じゃないですか。お金は僕もない、うん、確かに。でちょっと2人は厳しいよねみたいな、そういう話にはなりますよね。なるんじゃないですか、はい、3人はちょっと厳しいよねみたいな、はいはいはい、はい、2人まではないけるけど、暗くなってきましたねで、まあ、そこしかないんじゃないかなと思うんですよ、少子化対策。そこをなんとかするしか。今なんか、うん、介護士がオーストラリアに渡って、はいはい、うん、年収800万だみたいな話は聞きますね、はい、で向こうでそういう、組織を作るみたいな、うん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 、すごい楽しいですって、うんうんうん、なんでしょうねこれはまあ最低時給も全然違いますもんね、日本と。っていうと向こうは物価もそれなみそれに従って上がってるっていうこと。上がってるってことは相対的に考えると、うん、給、あ、でも日本も違うんですよ。日本は給料下がって物価が上がってる、上がってますもんね小枝もポットチップスもどんどん量は減ってますもんね両方上がれば、まあ、ウィンウィンですね、はい、で両方下がるのがデフレじゃないですか、はいはいはい、で日本はこう上がって下がってるんですよなるほど、はい、家買っちゃったからな俺、はい、もう離れられないんですよ、うんうん、日本頑張れ